斜めに打つんが難しいよな。ここまでは割と来るんやな。おわおいおいおい、今度動きながらくるくるしだしたで、もうこんなんどうすんのよ。ちょっと急にこればっかり言うとるけど難しなりすぎちゃう。もう無理やろこれ。怖い。お、横でもいけた。もうあとちょっとや。右上で上がっていかんのかよー。もうくそー、届かんかー。どこ行った？あ、タロン入ってるんか。まったい。よし、もう失敗したないぞー。うわ、まだ蜂おるやん。うわうわうわ、細細、うわ細細、よいしょ。岩がちっちゃいのよ。ひどいことするわ。終わってくれ。まだあんの？もう終わろ、終わろ、終わろ。やっと終わったー。いや、多分これカットすると思うんですけど、めちゃくちゃやりましたよ。いや、これは難しかったわー。いやー、ここまで、もう間違いなしに文句なしで一番難しかったですね。あーやれやれ、また綺麗なところやけど、これまた滑るな。これどうやって取るんやろ。よっ、無理やな。なんかタイヤでもあるんかな。おっと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 、あっ、これけどあれやな、仮に次のセーブポイントまでに全滅しちゃうと、もう一回あれやらないからでしょ。もうあれやれる気がしないんで、もうなんとか決めたいな、ここで。セーブポイントまでに全滅はしたくない。おっと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 。よし、やれやれ、これでちょっと安心。ん、こいつをうまく利用する？いや違う。おお、降りるんか。先が見にくい。わっ、帰ってくるんか。うわっ、しもた。うわっ、何何何、もうやばいやばい。
残ってないやん、残機が。ゼロ機ですよ。いやいや、なんとかクリアしたいわ。頼む頼む。さっきもセーブポイントまでも行ってないから、まだまだ。まだまだありそうですよね。これはちょっと絶望的やな。バナナで残機、うわ、まだ20、30しかないんか。これ無理やな、このステージでっていうのは。おお、コングでも弾き返されるんか。いいか、ディーディに変えとけよかったな。あーか、もう一回あれやり直しかよ。もうつらい。なんか運よく一応残機が残ってる状態でクリアできましたね。もう何回もやり直したんですけどね、コンティニューコンティニューでね、めちゃめちゃ時間かかりました。30分ぐらいかかったんじゃないですかね、ここまで来るにね。もう今度こそはセーブポイントまで行きたいって言った矢先にこれかよ。なんかこうやって取れんとこあるんやな。これどうやって行ったらいいんだろう。あのワニに乗ってピョーンみたいな感じかな。難しいな。おっとっと、もう勢いやな。よしなんと来たわ。これどっちやろ。こっちやろな多分。滑らんかったなんてことないんやけどね、これ。滑るんでね。いかいかいか。わっと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 。あ、もうちょい。もうちょいやで。もうちょいもうちょい。もうこのまま死なんといきたいぞ。そもそもこっちはゴールなんかな。わっと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 、危ない危ない。慎重に慎重に。おい。あれ？どっちゴールこれ。ロープが滑って進まないんですよね。あ、よかったよかった。終わったー。終わりとか簡単に行けましたね。ただなんか今後もこうやって難しい面ばっかりになるんかな。再び吹雪の谷って書いてたよな。うわー、もう嫌やで。さっきのほど難しいんだろうか。心折れそうになりますね。あらら。あ、届かなかった。あ、けど死んでない。どうなんだろう、あれ、あの樽に入らんでもいけるんか。最悪。嫌なタイミングで当たったな。岩が小さいのよ。よし。まあ、やっぱふぶいてないとだいぶ楽ですね。ふぶいとったら見にくいんやな。オッケー。そのまま死んだ。
お、またこいつおるんかい。マジでこの雪の面嫌。もう嫌になってきた。ああ、ワンクッションやな。で、ここでこいつを、おお、なんかここでは D で一発で倒せるんですね。おお、ギリ。ここでワンクッション。まだか。消えたぐらいって言ったらいいと思ったんやけどな。OK。 えい、さあ、難しい。タイミングがよくわからん。飛ぶこの樽があるっていうことは何かあったんかな先に鬱陶しい敵がおるっていうことやと思ったんやけどね。先が見えん。岩がちっちゃい。お、ゴールが近い。おお、もうあとちょっとやのにな。オッケー、終わった。まだあるんかけど、ちょっとセーブポイント遠くない？海かー、けどただ滑るよりはマシ。ん、なんか変な動きしそうなタコやなこれ。大丈夫？ほら来た。おかえりた。こっち来るんかい。やばいやばいやばい、残機がない。おお、ミニクータコったんやな。ギリ見えましたけど、こっち来るんかよ。もうどっち来るんかわからんのがつらいな。二択みたいになってるやん。うわ、来た来た来た。あれと海の面は慎重に行きたい方なんですけどね。 あいつが追っかけてくるんで、ちょっともう勢いに任していかんかったら。ほら来た来た。上行け。よし、行か。よし、中継ポイントって言ってもな、もう残機ないんよな。ここで一発で抜けれんかったら、またまたあれ一からやり直しでしょ。もうクリアできる気がせえへんもんな。あぶれ。なんとか切り抜けたい。頼むで。進行方向合うてんのかいなこれ。よっしゃ、1キャップ。これは助かるわ。これなんとか、あ、いや、もう慎重なれよ。たるー。
たる。おっしゃー、たるある。これいけたんちゃうか。けどまだ N か。 G とかやったらあとちょっとやなって思うんですけど。うわ、2匹。なんか早なってない、タコ。これでやり過ごして、おっ、ゴール見えた。おお、いけるんちゃうか。慎重に慎重に、集中集中。終わり終わり。よっしゃ、セーブポイント、くれセーブポイント頼むで。うわ、じいさんかよー。うりゃ、寝癖がついとるぞ。寝癖が紳士は身だしなみに気をつけるもんじゃ。つまりじゃ、ロープジャングルの木と木の間のどこかに大砲の樽が浮かんでおるという話じゃ。まあそうでしょうね。でなかったらなんか今まで取れてないコングのあのオブジェって言ったらいいんですかね、見当たらんもんね。あら、これボタン押さんでも勝手に話進むやね。読んでなかったわ。セーブポイントまだな。これどっか戻れんの。これ戻れないですね。くそ、非常やな。暗っ。なんかあるな、これ。ああ、なるほど。このオウムかインコか知らんけどが照らしてくれるんやね。うわ、これチカチカして、これ目に悪いな、これ。ほら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 。はあ、ラスト。勇気が出ない。いけ、なあかこれは気力がなえるわ。これはまたここからやり直しかよ。ちょっと厳しないこれ。帰ってきましたけど、ほんまにくたびれますね、これね。ただ、なんか、だんだんやっぱ慣れてきてるんでしょうね。時間がかからんようになってきました、ここまで来るにね。そら、ファミコン時代のなんかセーブポイントとかないゲームに比べりゃね、この戻し作業っていうのはだいぶやっぱり楽は楽ですけどね。あ、これ火あかんのかよ、当たったら。今までなんかギリギリ当たっていけてたんで、いける。あっ、何しろ危なっ。いけるんかと思ってました。
このチカチカするのに、あ、結構見にくいな。お、なんか道が、ラッキー。怪我の功名というか、これはここに樽投げる気なかったんやけどね。なんじゃこれ。あ、なんかスロットか。めっちゃ怒ってるわ。慎重に行けばよかったな。あれ、どこ行ったんや、あいつ。うわー、あとちょっとー。さあ、ひりついてきたぞー。残機がない。さあ、ここでなんか一気アップ合ってたらええんじゃない。6個目やな。1,2,3,4,5。 よし、一緒やな。1,2,3,4,5。 OK、 一緒やな。1,2,3,4,5。 あっ。今横にジャンプしましたよね。なんしょーん。あー、ほんと残機ないやんこれ。オッケー、ゴールまだ。お、危な。オッケー、いけたー。もう7ポイントやろ。よっしゃよっしゃよっしゃ、やっと着いたわー。長かったー。めちゃめちゃかかりましたねー。やれやれ。森の隠れ家2、どんなんやったかな。これファンキーコングは一旦入っとく必要はないのかな。こっちから行こうか。あー、これ系か。アルマジロ嫌い。倒せんもんね、なかなかね。あ、結構追尾してくるんやな、あいつ。おっとっと、あー、いかんか。8にキー取られてた。あー、ゲームオーバー。よかったー、セーブポイントについてて。緊張感なく再チャレンジできるのはいいですね。で、アルマジロがいるんやな。で、この向こうか。この向こうの、あ、いかんかん、おっとっと、危な。アルマジロが追っかけてきてくれたおかげで足場になったぞ。これを無理して取らないっていうことですね。やっぱ8多いな。ディーディーの方がいいかな。まあ、とりあえずこれでやってみようか。ディーディーが死んだ時にドンキでやらないかんけんね。温存しましょうか。おお、一つ飛ばしでいけましたね。オッケー、中継ポイント。えらい軽快なワニやな。もうワニとも呼べんぐらいぴょんぴょん跳ねてますよ。ん？あら、あい、あい、ああ、いけたいけた。これに乗ってバナナ取ってくださいねっていうことですね。ディーディー変わるか。ああ、難しいな、これ。お、いけた。もう全部取らんでもええか、これ。お、いけす。あ、いかん。
ラスト。もうええわ。もうめんどくさなった。あ、いか。うわー、これ系が多いんか。割とバランス取る大変なんやな、これ。ほら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 、もうややこしいわ。8いるな。どうしよう。これはややこしいわ。どないしたらいいんだろう。ちょっとずつピョンピョンっていう感じでいったらいいんかな。こんな感じか。いい感じ。よし、ああー、もういい感じやったのに。これ残機がなくなったな。もうちょっと一回自殺しようか。こんな感じでね。それで残機残した状態でもう一回ここに到達しましょう。でないとここクリアしても次で多分ダメやと思うんでね。うわ、ええ感じで途中まで行けてたのにな。なんか樽が見えるぞ。これ入ったらどうなる。お、隠し、あっそう、隠しステージに来たのに。あっさり取れたな、K が。序盤はそんな難しくないよな、ここ。言うたら、これ。ただ、残機を減らさず中継ポイントまでは来れた。あ、いか、難しいな、やっぱり。あかんか。ディーディーとドンキでまたちょっとタイミングの取り方が変わるな、これ。お、いけた。よし。今度は蜂2匹かよ。向こうに行くときにこんな感じか。行ったか？まだあるんか。いか、あ、もうもったいない。うわ、めっちゃもったいない。コツさえ掴んでもうたらなんてことないな、ここも。向こうに一挙る最中に乗ると。こんな感じやけど、ドンキーが邪魔で見えん。ここで慎重に、一匹ずつ倒して、よし。ん？この樽は何に使う？まだ蜂出てくるかな。うわ、怖っ。怖い。あれ、なになになに。あ、なんか勝手に知らんけど、ボーナスステージに行った。これ、どれを揃えたらいいんだろうな。オッケー。どうなる？このオブジェが手に入っただけで、その後どうなるかっていうのはちょっとわかんないですね。で、これはどこ？あー、3連。お、結構きついな。どのタイミングだろう。ここらか。いったか。よっしゃー。いや、この雪のステージ一個一個が難しいわ。で、これボス、怒りのボスノーティーってなってますね。どんなボス。あ、これ系か。踏んだらええんかな。踏む系やね。こうやって、あ、いかん。でかいジャンプしようときはダメなんかな。終わったか。おお、息も減らさんといけましたね。なんかステージが難しかった分、ボスはちょろかったですね、これね。さあ、これぼちぼち最後なんかな。あの船ぐらい行くんだったっけ。こんな短かったかな。あ、いかん、いかん。あ、入ってもうた。ああ、セーブしに戻らないかんかったのに。
つうことはこれはちょっと全滅ができないな。怖いな。大丈夫かな。4機か。これ大事にいかないかんね。この4機をなんとかセーブポイントまで持たすっていう感じでいかないと、またそのボスの前からやり直しっていうことになりますね。あれもう一回やり直すだるいな。どうなんだろう、難しいステージなんだろうか。もう勢いでね、行っちゃうとこあるんで、僕慎重に行きたいですけどね。いかん。このタイヤはいるのかな。一応持ってっとくか。あ、このバナナを取るためにいるっていう感じだったのかな。あとここでもいるんか。お、中継ポイント。とりあえずここまでは順調に来れましたけどね。ただこんなすんなり終わるわけがないんよな。はよドンキーだ。お、出た、裏切り者。こいつどこまでおんのよ。 OK、 一発で倒せましたね。よっと。ドンキーは早く出てきてよ。こんな感じか。あ、いかっ、もうドンキーがおらんから。あ、いかっ、もうさっき一撃で倒せたのになんで今回二撃やねん。やばいな、これ。大丈夫かな。なんかやり直し濃厚臭いな。ちゃんと戻っとったらな、セーブポイントに。うお、何匹おんのよ、この裏切り者。一匹かいな、戻った。固有名詞じゃないんか、あいつは。あ、やった、ドンキおった。うお、怖っ。やばい。よし、なんとか勢いでいけた。もうちょっとでゴール。法則を見つけたいな。出て出て、でここで長く、今だ。ダメか、待たないかんのか、このタイヤの上で。いやらしいな。これはダメやな、もう。またやり直しかよ、あっこから。次はきちんとセーブするぞ。もう諦めてますけど、まあ、ただ行けるところまで行ってみましょう。ああ、割とうっとしな、この樽投げ。ふう、なんか割と苦労したな。最初一発でいけたんが嘘みたいですね。でここで、もう一回ここへ行って、でセーブして、でファンキーコングに乗ってったらいいっていう感じですね。これで盤石でしょう。割と慎重にいかないとクリアできないゲームですね、これね。
これで気楽にいけますね。まあ、ただそれでもまた雪の面みたいにね、どこまで続くのかがわからないんで、3つ目とかでね、なんか前期なくなってしもって、またこっからやり直しっていうのもだるいので、いけるもんなら慎重にいきたいかなと思いますね。なるほど、このドラム缶の横もタイヤはすり抜けてくれるんですね。こんな感じでね、これでバナナが余裕で取れると。あれはええか、毛取れてないもんな多分。よっしゃ、中継ポイントまでは難なく行けましたね。こっからなんやな。ほら来た、いかっ、ためらい傷みたいな死に方やな。そうか、こいつの樽は踏んでもいかんのや。これはどこで使うんだ。よーし、ふう、あもうちょっとなんやな。ここで待つと。これで、ああ怖い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 。今か。ああ腹立つわー。なんとか。うん、なんか変わった乗り物ですね。こんなもん見たことないけど、あ、なんかマリオにこんな面あったような気がするわ。っていうか大体どのステージもマリオにもこんな面あったわっていうステージばっかりですけどねまあ任天堂なんでしょうがないですけど、このなんか なんて言うたらいいんだろう、あれヤシの実って言ったらいいかな、あれ投げる励ましうっとうしいわ。ものすごい避けにくい。あ、いかん、取れ取れたかったな、あれあれって言うたらいかんね相棒やのにあれ言うてまいりましたね。あーいかん、変なとこでジャンプしてもたな。やっこ、どうやって行くんや。やっと中継か。もう1ステージノーミスで終わるなんていうことはなくなってきましたね。難しいわ。
うわぁ、落ちてくるの分かってたんやけどな、どうかわしたんやんだろう。こんな感じ？あの樽、この人らは一体いつから、あー絶対そうなると思った、ドンキーやな。こんな感じやな。もうぼちぼちクリアしたいな。降りてこんのかい、あいつ何しにおったんや。今度はワニ、いろいろおるな、なんかオールスターみたいになってるやん。うわ、裏切り者までおる。何ゴングでしたっけこいつ。お、こんのかい。嫌な面やなここ。降りろよ、はよ。あ、降りた降りた。いつまで乗っとんねん。お、もうこのまま終わってくれるか。うわ、裏切り者。よしよしよし、オッケー。まあまだ簡単な方だったかな。あれ？踏めたと思ったけど。ジャンプしたつもりだったんやけどね。岩が邪魔でジャンプできませんでした。ん？あ、コングで並べないかんのか。何にもできませんでした。あ、いか、気づいた時には止まれなかったですね。まあここでいてくれたからええけど。大丈夫か。よし、うわっ、いやらしいな。あー、ダメかー。なんか裏切り者の音がしてるなー。うわ、蜂が結構おる。いいか、あ、このあれか、蛇が出る音か、裏切り者の音じゃないんか。うわあ、これはひどい。あ、裏切り者もおるんか、いろいろおるな。やっと中継か。長かったな。ただ残機もそんな余裕ないから、もうぼちぼち、あれやな、慎重にいかねえかんね。いかん、慎重にいかねえかんねって言ってもすぐこれ。やべ、残機なくなった。決めたいな、ここ。多分ここクリアしたらキャンディーコングいけると思うんですよね。なんか下にあったでしょ。なんか初見ではいけなさそうなステージですよね、これ。
断然ドンキーですね、ここはね。ディーディーやったら多分あかんかったでしょう。ダメかー、もうまたやり直しー。狙いは良かったな。オッケー、あとちょっとちゃうんか。ほらほらほら、うわっ、ここでのあれは痛い。またあのDD で倒せんやつ出てきたらおしまいや。うわ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 、あふぅ、やれやれ。ほーら、来た来た、キャンディーコング。やっとここまで来れたわー。